サムネイルを見たときに一瞬チョコプラの松尾さんかと勘違いしました。いや、実はですね、これはもう何十人ぐらいの方からこれ言われまして、この頭なんですけれど、実は私、YouTube 始めたのが9月の確か24日ぐらいから始めたのかな。もう百何十本になってるんですけれど、YouTube を始めにあたってですね、ちょっとこう自分の気持ちを引き締めようと思って、髪を短くしたんですね。そして YouTube 始めたんで、よかったら見てねっつって、LINE の友達とかですね、まあ、Facebook のお友達とかに配信しましたらね、おっしゃるように、チョコプラの松尾さんだと思ったっていう話をですね、まあ、いろんな方から聞きまして、私はそういうふうに言われたんで調べてみて、写真は見たことあって、私も思わず吹き出すぐらい、ちょっと似てるかなと思いました。正直なところ、お笑いの何かやってらっしゃるのを熱心に見たっていうわけではないので、まあ、イメージはあんまり湧かないんですけれど、見ただけだったらもう間違いなく似てるなと思いましたですね。